特定の仕事に就いている人や、あるいは未成年、こうした人たちはですね、選挙運動ができません。例えば、公務員ですね、国家公務員や地方公務員、未成年ですね。今、成人年齢が18歳になりました。18歳以上の人はできますが、18歳未満の人はできません。検察官とか、警察官、さらにですね、裁判官、そして学校の校長先生とか教員、またその他にもですね、選挙を管理する人、選挙管理員、警察を所管する公安委員会の委員とかですね、会計検査院の会計検査官、こういう人たちもですね、政治活動はできるんですけども、選挙運動はできない、こういうですね、縛りがこの公職選挙法で決まっています。